こんばんは。シャラーン。皆さんお元気ですか？前さりでございます。2023年1月20日金曜日。もう金曜日になりましたね。1週間早いですね。皆さん、お仕事、用事、家事、お疲れ様でした。私もお疲れ様でした。はい。ですね、今日は喉乾きました。飲みます。緊張します。今日はね、バドミントンの基礎パート2という動画を撮ります。バドミントンに興味のない方は多分見てもらっても何のことかちょっとあまり興味が湧かないかもしれませんね。まゆさりがバドミントンを習いに行って2回目です。それで先生に教えていただいたことを、私は早く上手になりたいのでバドミントンノートにつけているということを、前回バドミントンの基礎パート1でお話しした通り、バドミントンノートっていうのをつけています。それでこういうふうに記録しておくと、先生に何度も同じ注意を、させないようにしないといけないなと思うんですよ。何度も何度も同じことを言われていると進んでないっていうことですよね。それはなんて言うんですか、それは自分のためにも良くないし、先生は教えるのが仕事だと言ったとしても、何回も同じことを言ってわからない人はちょっと先生もね困るし、私が楽しくないですね。お互いに楽しくない。だから私は教えていただいたことはノートに書くタイプですね。でね、ノートに書くと進み具合がわかります。結局私、新しいことを教えていただいたのは一個だけです。2回目結局は1回目と同じことを形を違う表現で教えてもらっているだけです。それが冷静に分かりました。でも一つ増えたので、一つは私、先生の1回目言ってくださったことをクリアできたのかなと冷静に分析しております。それではですね、今日も結局は同じことしか言ってないんですよ。バドミントンは横や後ろで無理して、打つのではなく、シャトルが来たこの前で打つということが一つと、バドミントンというのは、力を抜いて楽しくと先生が言ってくださってるんですね。大好きな先生が、いつも力を抜くということで、サーブはこう後ろからすくい上げるのではなく、前にシャトルが降りてきたものを打つ、ここからこうするのではなく打つということと、両足を地につけるっていうことを1回目教えていただいたのに、2回目も結局同じことを言われてました。でもね、2回目に言ったことを、言ってもらったことを今から復唱の意味も込めてやっていきたいと思います。前と違うことはね、ちょっと本当に緊張して、すいません、お水飲みます。この部屋が乾燥してるのかもしれないし、パパパッと出さないといけないって思ってるので、ちょっと緊張してるのかもしれませんね。すいません、顔もちょっと引きつってるかもしれません。まあ、それも、まゆさりですから。それがまゆさりのいいところ。あはー！できます。できます。バドミントンの先生に第一回目言われたこと、笑いそうになりました。まず落ち着いてくださいって言われました。
そうですよね。まず、ですね、このポーズ、ノートに書いてます。このポーズから振り下ろすまでを毎日練習してって言われたんで、昨日も教えてもらって、今日も練習しました。このポーズからいくそうです。前で打つときのみ力を入れ、左脇を通して戻す。これね、こういうポーズでいてくださいってことです。こうではなくて、もうこうですね。ちょっと、お腹出てたらすいません。さっきお寿司食べたんで。こうです。もう先生がこうじゃなくて、最初からこう言いなさいって言われました。で、前で打つでしょ？さっきから言ってる通り、バドミントン前で打つね。こうじゃなくて、こうじゃなくて、前で打つために、こうではなく、こうしなさいって言われました。で、ここまで力を入れます。全然力を入れません。入れません。で、ここでシャトルを打つときに、グンと力を入れます。で、これもここで止めるんじゃありません。このもう一回いきます。このポーズが基本ですね。で、こう来て力入ってません。はい、力入ってません。力入ってません。ここもまだ力入ってません。はい、シャトルがここに来てポン、この瞬間力入れます。で、ここで終わりじゃありません。そのまま振り切ってこうです。で、顔の横を通って戻す。こうですね。こういうことです。わかります？はい。で、私わかりますって言いながら先生に言われたことを今できてないのが力が入りすぎっていうことです。これが NO! 前さりちゃん NO! です。いきます。バドミントンは先生がいつも言います。楽しく。バドミントンはで、バドミントンじゃありません。バドミントンです。調べました。バドミントンって言ってました。自分が大好きなことを間違って覚えていました。バドミントンは、もう8分も経ってます。力を抜いて楽しく。力を抜いて楽しく。まずいきます。はい。横。これ覚えないと、絶対。これ新しく覚えました。前はこうやってましたけど、覚えました。はい。はい。力を抜きます。力を抜いてここまで来ます。はい、ここまで来て、はい、シャトルここにありました。こうです。分かりにくいのでこれやります。いきます。絶対行こう。はい、こう来て、はい、こう来て、こう来て、こう来て、力入ってません。はい、シャトル見つけた。はい、よっから。はい。1。はい。はい。で、ここで力入れるのをやめる。力入れない。はい。はい。振り切る。止めない。振り切る。顔の横から。はい。また力入る。これを毎日練習。これを毎日練習しなさいって言われてるんで、毎日練習してます。はい、行きます。もう一回行きます。はい、横ポーズ。これ OK。はい、力入れない。力抜く。前さえ力抜く。はい。はい、力抜く。はい、シャトル見えた。打ち切る。はい。はい。はまた力入った。はい。抜いて。打ち切る。です。で、これも、これ、いきます。で、このポーズ、さっきのポーズから振り下ろすまで毎日、前で打つ時のみ力を入れて、左脇を通して戻す。で、サーブは、シャトルに当たる前に、足を動かすのはペナルティーです。で、絶対すくい上げるのをやめる。また同じ注意を受けてます。はい、いきます。あら、横からいきます。絶対こうではありません。すくい上げてはいけませんと注意を何回も受けてます。はい。はい。こうです。はい、こうです。はい、こうです。こうではありません。はい、こうです。はい、こうです。で、この時、サーブ、練習が相手がこっちとこっちいるんですけど、先生、こっちは打てます。こっちどうすんですかって言ったら、体を動かすんじゃなくて、この、これの、喉乾燥して、
これの向きを変えるだけなんですって。こうするのと、こうするの。わかります?ただ、こうするだけなんですって。だから、先生がおっしゃるには、バドミントンは、向きを変えるときは、手首をこっちに変えた方に、シャトルが飛んでいくんですって。それで、あともう一個。持ち方が、こっちはわかります。先生、こっちはわかります。こっちはサーブわかります。でも、こっちがわかりませんって言ったんですよね。こっちは、あなたこうやって持ってますよね。こうじゃないです。ちょっとこうしなさいって言われました。ほら、こうらしいです。こっちはこう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 。で、体で覚えなさいって言われて、毎日やってくださいって言われてるんで、毎日やります。難しいですね。ちょっと、おちんして、お話しして、終わります。ちょっと待ってね。はい。皆様、ご覧いただきありがとうございました。もっと、伝えたいことは、本当は、たくさんありました。バドミントンのお話で終わったんですけど、皆さんにお礼を言っておかなければなりませんでした。いつも、優しいコメントありがとうございます。心を込めて読まさせていただき、とても嬉しく思っています。そのコメントに心を込めてハートマークを、送っております。本当に、皆さんの優しいコメントで一つ一つで元気になったり、笑ったり、感心したり、それが今の私の、元気の源です。ありがとうございます。言っておきます。前回の動画に対してこんなことを思いました。家電でパソコンなどを修理をしてもらうのに、高いお金を払って保証に入ったのにもかかわらず、なんか、あ、ちょっと待ってください、なんか後ろが嫌ですね、なんかこうやって、こっちの方がいい。ですね、パソコンなどを買われた方でね、故障した時用に保証を、高い金額を入って保証したのにもかかわらず、この決められた保証の枠以内ではなく、これを直してくださいって言ったら、それはできませんって言われました。それで、以前、なんかそれ同じ会社のところで、のところを、事務所をしてたので、相談に行ったら、そこで無料で直してもらいました。ああ、そうやって、豆に動くと、私もよく豆に動くんですけど、わからなかったらすぐ電話して聞いて、カスタマーセンターに電話で聞いて、電話だったらもう聞いて、わかんなかったらショップとか行って、で、何でもかんでも、そうやって自分が工夫をして、ちょっとでも、自分の身近なものとか、家電、特に家電は治るように工夫をするっていうことを私もしてるんですけど、コメントいただいたその方もなさってるんだなって思って勉強になりました。ありがとうございます。それから、ロボット掃除機、前回私の動画はロボット掃除機で、で、ロボット掃除機を便利だねって、じゃあ僕も買ってみようかなっておっしゃる方がいて、ぜひ買ってください。本当に強い味方です。それから家電って一番の味方なんですよ。時間を短縮してくれるから。その時間を短縮してもらったところでサボるんじゃなくて、自分がやりたいことになんか勉強をするとか、本を読むとか、で、自分を高めることとか、自分を癒すことに時間を使えるから、家電っていうのは本当に強い味方だと思うんですね。現代社会の生きる人たちにとって、時間が貴重じゃないですか。で、あとですね、ロボット掃除機を買おうかなっておっしゃった方が、私はロボット掃除機に今、ブリアナちゃんっていう、親しみを込めてブリアナちゃんってつけてるんですね。で、ブリアナちゃんに頑張ってもらってるんですけれども、その方は、
マユサリアトムって買ったらつけようかなって名前を。何でも、世話を焼いてしてくれそうだからって言いました。ああ、そうなんだって。私って、リスナーの方から見たら、何かこう、海外しく、何でもしてくれそうに私は見えるんだなっていう、私は、そういう風に人から映っているんだなっていうことが分かって、コメントですごく嬉しかったです。そうですね。私は、目についたら、ババーって片付けてしまいますね。身内とかのものでもそうなんですけども、見聞きして、相手が困ってたらほっとけないので、もう聞いたら、自分のこう、聞きながらもう、こうしてあげよう、ああしてあげようっていうのが、ブワーって湧いてきて、もうそこでお食事をしているより、お食事はそこそこにして、さあ、なんか、あなたの困りごとを、解決に行きましょう、みたいな、そんな性格です。そうです、そうです。それでね、よく、身内がね、私に何でもしてもらう、みたいな、気持ちになっちゃって、自分が私がパンクしそうになることもあるんですけれども、まあ、どっちかっていうと、一緒に、身内とか、何か、共同に行動してる人は、やっぱりこう話聞いてたら、こうはあまりできないですね。聞きながらもう助ける段取り、何か力になれる段取り、相手が楽になれるっていう意味で言ったら、私は本当にそのリスナーさんがおっしゃった、マユサリアトムっていうイメージは、バッチグーだなと思いました。それではね、本当に今日はこんな感じなんですけれども、一本の動画として出させていただきたいと思います。慌ててね、そんな出すことはなかったんですけど、やっぱりバドミントン教えていただいたことはすぐに、すぐノートに書いたり、こうやってアウトプットって言うんですよね。教えてもらうのはインプット。こうやって、動画に残したり、日記などに書くのは、アウトプットですね。で、ちょっと、ウニの毛です。すいません。で、そういうふうにやっておいたらいいと思いましたので、置いておきます。それでは本当にね、一週間早かった。皆さん、一週間早かったですね。それで、2023年になって、1月になってからもう本当に早かったですね。毎日、1月に、この年の初頭に立てた目標は続いておられますか？私もうだいぶ続いております。一つ続いてなくて1週間サボったのがお腹の腹筋を締めるフランクっていうのでしょうか、それが1週間サボってたのでまた再開いたしました。それ以外は健康についてはワイン立ち、睡眠不足解消のために早く寝る、運動をするで考え込まないなど全て自分の健康のためにすることは、今年始まった、なんて言うんですか、決めたことはずっと続いておりますので、すごくフレッシュな感じで皆様の前に現れております。皆さんはお決めになられたことは順調に進んでおりますか？それではまた、皆さんと明るい気持ちでお会いできますように。今日はここまでで長々となりましたけれども、素敵な週末をお送りください。チュー、かわいくてかわいくてバイバイキン、ありがとうございます。